は第10試合セミファイナルです。プロファッショナルシュート公式戦メジャー級5分2ラウンド、パラエストラ TV から参戦の吉井井上が入場してきます。出身はフィリピン・マニラ、ハーフです。帰国子女です。年齢は33歳、身長が高い182センチです。帰国子女吉井井上、なんと階級がライト級から生駒さんフェザー級に転向してるんですよね。ということはこれ階級下げたと、はい、いうことですよね。そうですね、はいはい、現状がきつくなるんですが、そして端正な顔立ち、まあ、グラウンドでの攻防も最近は得意さを増しているんですが、吉の上この端正な顔に似合わない激しい打撃の技術の持ち主です。2019年シュートライト級の新人王です。これからチャンピオンロードを歩むためにも、まあ、新人王ですからそういう道に進みたいでしょう。吉井上リングイン。しかしここまでプロの成績は1勝5敗に引き分け、新人王としてはちょっと ね、負けが込んで寂しいですから、この辺りで新潟できっかけをつかみたいところでしょうね。そうですね、まあ、一回勝ったら変わるかもしれないですね。はい、そしておなじみのこの BG、 暴れん坊将軍、角刈り大将軍、ピロプテネス新潟所属小川翔輝の入場です。年齢は吉井井上と同じ33歳、同学年です。天野修斗、北信越大会優勝、プロではなんと23戦しています。ここまで10勝11敗2引き分け、11勝11敗2引き分け、タイに持ち込みたい小川翔輝、角刈り大将軍との異名を取ります。今日も角刈りが健在です。トランクスを新調しました。まあ、昨日 の配信でもね、試合の見どころ配信でも勝てたプロモーターが言っていたんですが、あの試合のトランクスをいつも練習用のトランクスでリングに上がってしまう、はい、今回はこれ新品ピカピカの新しい、ね、トランクスですね、はい、角刈り大将軍小川翔輝のリングインだ。完成な顔立ち、帰国子女の吉井井上、階級を下げてこの試合に臨んでいます。そしてピロプテネスに小川翔輝、同じジムの須貝さん、どんなファイトを小川には期待したいですか。粘り強いファイトですね。あ、なるほど、負けず嫌い、粘り強い、それが小川選手の持ち味なんで、はい、激しい打撃が持ち味の吉井上、身長差は11センチ、182の井上に対して小川は171センチ、長いリーチを生かして打撃でまず来るのか。まずパンチを見せます井上、小川は蹴り、井上左、右、ワンツー、打撃できます。吉井上、吉井上選手の打撃ちょっともらいたくないですね。小川選手、そうですね、はい、小川スタイルで戦ってほしいですね。潰すと言いますか、
潟を代表できるような選手になりたいと言っていた小川、年齢はともに33歳。吉井上は2019年のシュートのライト級の新人王です。チャンピオンロードを歩みたい。1勝5敗2引き分けとプロに入って大きく負け越しているこの戦績を取り戻していきたい。打撃の吉井の上、小川のロー、今度はインド、鋭いジャブを見せる井上。小川選手が組んだら吉井の上選手がどういう対応するかちょっと注目ですね。まだ組み技は見られません。打撃の一発、打撃で倒しに来ているのか吉井の上。井上選手はうまく組ませないようにしてますね、はい、やっぱり菅谷さん、小川としてはこれ組みたいところですね。そうですね、ちょっと頭あの顎引いて多少もらってもいいんで、はい、組んでいつものパターンでいきたいですよね。このリードジャブがリーチがあります。ワンツーワンツー、小川の返すがステップバックして避けている井上。右、吉左、左、あまりもらいたくない小川。井上ワンツー、後から効いてくるんでちょっとあんまもらいたくないですよね。そうですね、かなりボクシングのテクニックがあります吉井上。そして時々このローが繰り出されます。落ち着いて自分のペースで試合を進めています。井上、小川のフックは空を切った。小川選手はもちろんタックの返答とかを入れた方がいいと思いますね、はい、すぐ入ってきすぎですね。あのいわゆる相手の土俵で、ね、試合を進めてはいけないという、その打撃にあまり付き合ってはいけないという、そういうことですね。小川のワンツー、そうですね、まあまあ一応と似てると思ってるかもしれないですね、小川選手として。そのあたりはどう考えているのか、ちょっと目が入ってきましたね、はい、中途半端な距離が一番もらっちゃうんですよね、はい、やっぱ格闘技だと一気に詰めるか離れるか、はい、小川はテイクダウンを取りに行きません。打撃に付き合っている、ボクシングテクニックを持っている吉井の上、ここで掴んできたがまた離れます。小川選手はあまり組をあまり考えてないみたいですね。考えてないですね、打撃に付き合っています。激しいファイトスタイルとなっている。組まない、ここでも組まない。それが負けず嫌いなところが出てるんですね。なるほど、角刈り大将軍上様です。これタックルいった、ここは倒したいですね、はい、上片足を取られて、ああ逃れ方がうまい。いや菅井さん、そのひるまないですね、小川がこう倒しに来ても。そうですね、はい、残り1分、一瞬こう組技になりかけたんですがまた打撃です。小川翔一も付き合っている、左、右、ワンツー、そしてここで膝、左、入れないような距離感作ってます、はい、そのあたりがその身長差11センチのリーチの差か。あ、右、ちょっと顔面が出血が見られるか、大川。井上、ボクシングスタイルです、もうこれは。左、小川、出血が見られるか、右、左目がね、だいぶ下がってきてるんで、見えなくなってきてるでしょうね、はい、まあ、リングの真ん中で戦わない方がいいかもしれないですね、コーナー使って戦った方がいいかもしれないですね。はい、小川が入ろうとすると長いリーチでこうやってジャブが出てきます。第1ラウンド終了です。打撃で吉井の上が圧倒しています。小川は出血、これ大丈夫でしょうか。ちょっとね、作戦を変えた方がいいですね、はい、吉井選手はもうこの輪でいけるよみたいな感じですね、はい、まあ、もしくは倒しにいけって言われてるから近いですよね、この今吉井上の表情が見えるんですが落ち着いています。
が余裕を持って、はい、パンチを浴びせています。相手の首が切れるっていう自信がこうできてくると、やっぱりやりやすくなってきますからね、打撃で圧倒しています。吉井の上涼しい表情、今は出血が見られ苦しそうな表情です。第2ラウンドも打撃で来るのか吉井の上。左ロガム入ってきた、入りましたね。そうですね、小川選手行かないしゃあないですからね。そうですね、前に前に出てきます。吉井の上リーチの差があってなかなか踏み込めない小川、頭を振って入りたいですね、はい、ワンツーからこの展開ですね。さあ小川このテクノを奪えるのか。須貝さんの言う通り小川を使って倒れない、しかし井上倒れません。フィジから強いですね井上選手。そうですね、階級を下げていますからこれ現状も使ったと思いますが、そんな中でも倒されません。吉井上川選手膝も得意ですからね、はい、ここでちょっと効かしたいですね。膝を合わせるガッと足をかけていくがその辺りを読んでいます井上。コーナーを使って小川、膝、小川選手はこの展開にこだわった方がいいですね。真ん中行っちゃうとちょっと分が悪いですね、はい、井上の右、しっかりと相手のパンチを見切っている井上。左、パンチに対して足のタックル行ってもいいかもしれません、ね、あなるほど、よくね蹴りにはあのパンチ、パンチには蹴りとね、はい、あの格闘技の場合言われます。しかしここまで小川は打撃戦に付き合っています。そしてここで組んでテイクダウンを奪えるか。この展開得意ですからね、はい、膝、膝離れます。バックス、スリー、ここで前蹴りを出しました。膝ですね、はあ、膝、はい、余裕の試合運びを見せています井上。第1位だった、どうだ、どう取り組んでいくか、はい、離れる、苦しそうな表情だ小川。ガードを下げて打っていきます井上、ほぼノーガード。左、また離れる、小川に組ませない、パンチをステップバックしてかわしている、タックル、小川のタックル、ケツ下ロックしたいですねここは。あーなるほど、プロだけじゃね、やっぱりダメージ与えたいですね、はい、小川選手は。ここに小川、これがアロック、菅谷さん、小川はこの攻め方がいいんですよね。そうですね、そこまで行けばアームロックがどうだ、おアームロックうまいですからね。そうですか、小川のアームロック今日初めてと言っていいグラウンドの攻防です。ほかしちゃえば小川選手が圧倒的に有利なんですよ、はい、先一瞬手が切れたか、プラス切れたかなと思ったんですけどね、まあ、そこからね、どうだ、横から、あとは渡りたいですけど、あとは渡りたい方がやりやすい、横、最後しっかり潰した、頭潰して、してさあブロックにあくまでも小川こだわる、まだ いいクラッチですね、これで切っちゃえば、はい、シジャースとかでもいけるんですね、懸命に耐える、フィジカルが強いですね井上選手。さあもうこれ十字固めに行こうとしているが、動いている井上、激
激しい攻防だ。ああ惜しい。抜きました井上。あそこまで決められてこう返す井上選手のフィジカル強いですね。いやそうですね。そして離れます。あ打撃ワンツースリー。残り10秒。井上の右、右。小川も打ち返す。最後は打ち合い。井上の左が入っている。試合終了です。もう最後面白かったですね。いやすごい見応えのある攻防でした。うどうでしょうね。ポイントはどうなるか。まあ打撃ではね井上が圧倒的に勝っていました。手数も多く入っています。判定の結果をお知らせいたします。サウルフリー王子20対18青井の上、サウルフリー佐藤20対18青井の上、サウルフリー小島20対18青井の上、3対2勝者大島ロッシー。打撃で上回った吉見の上勝利。プロ2勝目を挙げました。健闘を称え合う両者。あのアーブロックがもうちょっといい感じやったらこっちの小川、ね、選手にポイント入ったかもしれないですけどね、はい。まあ端正な顔立ち、ほとんどその小川のパンチ、小川パンチを繰り出したんですがもらっていません。吉井の上、まあ、ダメージはだいぶ負いましたからね。そうですね。まあしかし井戸さん、あのこのねマスクもいいしイケメンですし、なんせあの2019年の新ヒーローですから、はいはい、これからまたねこれでようやく2勝目を挙げましたので、これからもっともっと活躍してほしい、シュート界にとってはね選手ですよね、はい、これが楽しみですね、やっぱり2勝を挙げたらね、はい。